日本最速最強マジシャン丸山真一の登場です。伊賀道文でお送りしております。はい、おずちゃんをご覧の皆様こんにちは、そこで笑わせていただいてください、おずちゃんをご覧の皆様、こんばんは、オズマンのリオです。今日はですね、2017年、ジャパンカップを受賞して、はい、そしてテレビとかでもね大活躍の日本最強最速の男カードマジシャン丸山真一さんです。どうもこんばんは。あちらの、ね、ステージの方で準備できてるみたいな、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、どういうことをやらせていただこうと思います。じゃあまず、カードをよく混ぜましょう。よいしょ、混ぜまして大丈夫さあ、BG がなくなったからね、今。さあ、じゃあお嬢さん、これツァンツァンツァンとこう押し込んでるふりをしてもらっていいですか。ちょ、押し込んでしまいましたね。あ、はいはい、わかりました。ありがとうございます。本当に混ぜちゃったね。さあ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 、まあこう見ていくと、まあいろんなカードがこれあるのがわかると思うんですが、そうしましたらまず最初にこの中からちょっと今回使わない2枚のカードを探しましょうか。ジョーカBGM がないね撮影のために、あ、撮影のために、あ、ないのね、これ今回ないね、ない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 だ、もう待ってたんだけど、ないないないんだね。わかったじゃあいきましょう、まず1万円でしょうか、これということはですね、皆さんが盛り上がらないとすごくつまんない映像になってるからねそこだけちょっと確保してください。じゃあいきましょう、まず1万円でしょうか。Maybe here. Just 出てくるのまず一番。やべ、拍手が鳴るよね。丸山リッチ。おお、丸山リッチ。さあ、なんか二枚目ね。二枚目。まあ、じゃあお嬢さん、僕カードをこのパラパラと弾いていきますので、お好きなタイミングでストップとおっしゃっていただいてよろしいでしょうか。どうぞ。完璧です。ここから出てくるのが2枚目のイエスメール丸山歴史以下は同文でお送りしております。じゃあお客様、次はお聞きしたいんですが、トランプ4種類まくります、スペードハートクローバーダイヤの中で何か好きなマークを一つおっしゃっていただいてよろしいですか。後でまたベタなとこ行きましたねわかりました。じゃあマークがハートと決まりましたので、次はじゃあお客様、数字、1から13の中で何か好きな数字を一つおっしゃってもらっていいですか。 6。つまり2人が偶然作ったカードがハートの6ということではないと思います。ですが実は僕黙っていましたが、このカード1枚足りません。どういうことかというと、こういうことです。じゃあ改めてもうちょっと寂しめ撮ってみる。はい、撮って。じゃあ次から。はい、撮ってどれ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 。OK、それ。はい、ブルブル震えてるけど大丈夫？変える？大丈夫です。OK、OK。じゃあそのカードで皆さんよく見て覚えていただいて。大丈夫。OK。だから裏向きのまま置いていただいて。さあ行きましょうか。これが今回、お嬢さんがお選びになったカメラですよ。さあ、これ真ん中にこれ戻しまして。軽く
さらにこのカードよく混ざるよ。カードを半分表半分にしまして、裏と表でカードがバラバラに混ざるようにしましょう。さあこうしますと、これカードが裏と表だったり、表と裏だったり、裏と裏だったり、結構いい感じでもうバラバラにカードが混ざっているのが分かりますね。ですがこの状態で軽く叩きますと、ジャストキナオゴー、まっすべてのカードがきれいに並び揃っていき、先ほど女性選んでいただいた、はぁ、やべえ、拍手が鳴り止まねえ。さあさあさあ、でもね、ここまではまあ日本の13位ぐらいできると思いますよ。ここからです。さらにカードとよく混ぜまして、さあまず、さあここからです。最近ちょっと流行るかもしれない、ルービックキューブをちょっと組み立てるようにして、このカードを組み立てていきましょう。タタタタタン、タタ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 タン、BGM ないからね。タンタタタン、タタタタタン、タタ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 タン、タタンタタンタタタン、三角形ジャパニーズ。え、あのここで拍手がないと他にするとこないんですよ。そう、なんとなく分かってきた。あのね、ほうけてちゃいけないですよ。もうほうける振り払って拍手しなきゃいけないね。ということでさ、この状態からカードを、まあ、2つに分けてでしょ、もっとゆっくりこれ差し込む、プログラミングでしょ。メイビーはここノー編集ノーカット版、日本最強の技をご覧ください。 Go It's Liao。 全てのカードが1から13まで綺麗に揃いまして、先ほどお嬢さん選んでいただいたハートの7がハートの7のポジション1枚きっちり裏向きになっておりましたが、改めて大きな拍手、イエスアメリ。なんで、はい、今回オズマンドでやることになったかっていう、ちょっといきさつっていうか、もう前田さんのこう意気込みというか、あ、僕的にはもうとにかく東京でやるならここ一択。嬉しい、本当にもうあのやっぱり環境的なものとか、そのオーナーのマジックに対する考え方とか、やっぱりこのお店のためにちょっと僕もやりたいことをちょっとね、少しもやりたいし、嬉しいな。俺言わせてないですよ。前からね、僕はあのね、前から懇意にさせていただいててね、あの、いや一緒にやりましょう一緒にやりましょうってなかなかタイミングがなくて、タイミングがね、本当に、はい、環境がやっぱり人を育てるところがあると。やっぱりショーができるマシンを作るんですし、あ、そう、分かりますね。やっぱりお客さんが待ってて、じゃあ今から自分が20分か30分やらなきゃいけないって言うと、おのずと手順も変わってきますよね。ね、オズマンズさんで俺ちょっとショーやりたいなっていう風に、なんかこう、なんか目標になるといいですよね。あの、あ、甲子園みたいな、そういう夢なんですよ。いつかそこでやりたいなって思えるようなところになれたらいいですよね。こうやってテレビでね、やっぱり、はい、あの賑やかにというか、こうバラエティとかですごい面白おかしくやって、何よりもやっぱりそのマジックがすごいですよ。素晴らしい。マジックに対する考え方もすごいし、僕はもうレクチャーノートとか見させて見ませてもらってますから、ね、そう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 。まあ、よかったのは流れからちょっと外れたところでやってるじゃないですか。だから自分のやりたいことを好きなようにやってきたっていうところがやっぱり今結果的に、確かに他のマジシャンと全く被らないですからね。そう、被らない。オンリーワンはもう絶対間違いない。被らない。最速最強の意味は分からないけど、オンリーワンであることは間違いないですよ。最速のどこからどこを計測してるのかもよく分からない。じゃあちょっとやばい傾向ね、最後ね。もうちょっと巻き巻きでいくよ。お嬢さん1枚カード覚えて。はい。覚えた？あ、覚えてない。
あ、ちょっと、はいはいはい、ごめんね、ごめん。じゃあ、まあ、よく混ぜてる。もうここら辺からじゃあ一番上で。はい。覚えた、はい、完璧ね。覚えた。OK。そしたら、じゃあ、お嬢さん、よく混ぜて、このカード。はい、混ぜて。はい、混ぜます。はい。おっと。巻き巻きで。巻き巻きで。なんか、いろんなカードが飛び散ってて、何が何だかよく分からなくなってるんだけど。よいしょ。もういっぱい混ぜました。あたす。さあ、そしたらもうちょっと省略系ね、もう一気に行っちゃうから。覚えてる？覚えてます超自信がないんだけど、僕もなんかどうしよう、なんかいいや、どうしようか。一回だけ混ぜていい？誰が当てそう、なんか当てそうな雰囲気あるよね。OK、じゃあお嬢さん、今から2桁の数字をイメージしてもらいたいんですけれど、大きな数字と小さな数字どっちが好きです？大きい方。大きい数字、これは大きい数字しましょうか。お嬢さんちなみに大きな数字と小さな数字はどっちが好き？じゃあ小さい方。わかりました。じゃあ範囲はじゃあ小さいをしましょうか、はい、トランプで52枚あって真ん中は26じゃないですか。で範囲小さい方っていうのはどうしようか、まあ、区切りよく。じゃあマックス最大じゃあ20までの2桁にしましょうか。でお嬢さん自身がまあ大きな数字が好きとおっしゃってたので、できますよ。僕は手をパンと叩いたら2桁の数字を見てください。マックス20までの2桁の数字の中で、お嬢さん大きな数字が好きとおっしゃってましたから、じゃあかなり大きめな2桁の数字を頭の中にポンとイメージしてください。例えば16とかね、いきますよ、せーの、はい、今頭にポンと浮かんだ2桁の数字、大きなことおっしゃって、15。ほう、そうきましたか。じゃあどうしようかな。お嬢さんご自分でじゃあ、手出してもらってよろしいですか。上から15枚表向きで配って、表向きで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ストップ。これ15枚目ね、はい、ではどういう状況かというと、お嬢さんにこうやって適当にカード1枚見て覚えてもらって、その後鬼のようによく混ぜてなんかうにゃうにゃ範囲決めて出てきた数字がなぜか15というね、はい、これ15枚目のカード、はい、これがお嬢さんがさっき自由に思ったカードだと結構えらいこっちゃないですか。やばい、うん、ということで聞いてしまいましょうか。お嬢さん先ほど覚えていただいた1枚のカード、ズバリ何だったんですか。大きな声でおっしゃって。ダイヤの12。あ、そう、ダイヤの12。じゃあ最後、これがダイヤの12だったら大きな拍手、これがダイヤの12じゃなかったらまあそれに負けないぐらいの哀れみの拍手。せーの、イエスアイメイト。ちょっと待って、落として落として。でもね、実は最後のマジックですよ。なんで皆さん最後これダイヤの12でしまったか分かります？実は皆さんがこの席に座った瞬間から最後ダイヤの12でガツッと決まることが決まっておりました。それを証明しましょう。これが誘導心理学の極みです。ウォッチ向こうの学。えっ、ということで、ご視聴いただいた皆さん、本日はどうもありがとうございました。わすごい。ジンジャーエール。何のか、これも決まりですから、ね、でもすごい盛り上がってね、いやいやいや、皆さん喜んでました。ありがとうございます。これからもまた機会があればね、はい、もちろん、ぜひぜひ出演していただければと思いますので、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ最後に、はい、おじちゃんをご覧の皆様に、ね、はい、一言、我々の趣味地から、はい、メッセージをお願いします。まずじゃあマジックをやってる人に、オズマンの展開はマジック界の甲子園です。おみんな甲子園を目指そうぜ、そして砂を拾って帰ろうぜって感じでよろしかったですかね。ありがとうございます、ありがとうございます。素晴らしい言葉いただきましたんで、丸山真一スペシャルということでお送りさせていただきました、はい、またね、これからもオズマンドね、はい、並びにオズちゃん、はい、ますます面白くなっていきますんで、はい、今後ともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。また、よろしくお願いいたします。もうちょっと僕ね、前から1個聞きたかったことあるんですけど、はい、トライアングルってのあるんですか？あれ何なんですか？トライアングルってですね、僕 の、 あの心の三角関係をこうファッションとしてフュージョンとしてこう
体系的に具現化したのがあのスタイルですね。あ聞いたら余計分かんなくなりました。